ほらおーすごい綺麗嘘全然違う方からめっちゃ綺麗すごいな、ほんま山の高さギリギリだなあれ。あ今上向いた、上向いた。うん、こっち来よんじゃん。ほら来た。来た来た。いやまだ回ってない、回ってない。えまだお尻ある。うんお尻お尻。お尻。回ってない。見えとらんねん、爪が悪いんで。けいこさんお尻ばっかり追いかけてる。うんお尻ばっかりだ。雲の中入った。いやー微妙だなこれ。あの山の向こうで旋回してくるっていうふうには聞いとんやけど。いや95度か。うん。ちょっと見えない。見えない。何綺麗なの。よし。何綺麗に。いやどっち行ったんだろう。本当に高いところに見えない。これが全然入らない。右に斜めやってる。目がチカチカしてる。食べない方がいいか。これはもう音より先にまず上がってる。90度回った感じかな。左行ったね。あれか。どこ？ユラホームだね。私は何にも言えない。上の辺で、上の辺でくるっと回ってる。上の辺、血通るな。あそこで、あそこ、ほら、あそこ、煙が。ああ、なるほど。いつの間にあんなとこ行った。90度だから、角度変えた。お前ら、毎日ぐらいな、あれ。あれがそうか。だから、ぐるっと回るよね。どうや、旋回中か？もうすぐこっち向かう、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 旋回中みたいな。あら、また後ろ行けた。何で行った？何んとこ行った？また後ろ行った。後ろ行った。
意外と漫画っぽくないね、全然本当に先輩見えたら大きな声出してたのか。だいたい帰ってくるか回れようかな、うん、頭の上からも、うん、あなんか頭の上からまた入ってきて考えたら上から向いてるね。最後は絶対ここに行くね。なんか何だ？なんか何だ？あ、向こう見てる。後ろだ。来た。来た。十字ですね。グランドクロスローパス。十字だ。キリスト様です。もうちょっと下降りてくれるの？もう旋回し始めたな。違う？左だね。うん、でここで見えようになるやん、さっきそこに打った。違う、もう煙を出したら境に煙を消えたら分かる。煙を消えたら分かる。タコ作戦色はピラミッドかフェニックスか。綺麗からな、上でやった。まだどっかあの辺りから出てくるから。フェニックスローパスみたいだな、これは。フェニックスが火の鳥だ。あ、違う。デルタが、デルタが2つなってるな。三角が2つか。消えるな、こら消えちゃう。うわ、消える。あ、光れ、光れ。なんか音大きなってきた。スモーク出したね。スモーク出した。あ、おった。はい、おった。画面出てくるかな。いやー、ピントが前鶴方向か。うん、これはちょっとわからん。あの神崎わからん。また中に入る。まだまだ出してる。またそのまま続いてる。ずっと右向いて、まだ右向いとるね。こういくい、これから回ってくれるね。もうその辺から回ってほしいね。また消えたりする。やっぱりメイン会場が向こうだから向こう寄りですね。これまた違う方が煙みたいな、うん、ジェット気流が。光が当たると上がったら、光が当たると上がったらんで、雲が入るかい、雲が入るかい、影に入る。なんかあれ、なんかモース信号みたいな。うん、向こう行ってみたいな。どうした？見られ一回。また消えちゃった。あかんな。あかんな。消えてな。笑うしかない。ということは、また後ろからか？後ろからかもしれんな。後ろから。
ダメだ、見おらんな、やっぱみんな向こう行ったわあ、柱地砂浜いっぱいいる。やっぱ厳妙案に泊まるべきだよ。いや、さすがに人までは見えんな。厳妙案に泊まるべきだわ。一人13万から。来た。煙の先見えるな、綺麗が。また左線か。同じ角度から。また前ずるか。また同じように行くんちゃうもんな。やっぱり裏かな。いや、ちょっとやってるぞ。綺麗に撮れてる。最高。最初のやつはね、新名を話したの。本当は。でも見えてないね、全然。何が撮れてるか。デルタ体型なりました。三角なりました。あ、かっこいい。カップで撮れてる、これいいわ。ちょっと違う。すごくいい。面白いな。一個一個生飛行機がねえ、これ、どうやって写真です。あ、そうですか。その方がいいんですか。ずれー。いやー、ギリギリだ。切れてる。手振ってますか。あの、なんかこれやるもんね、こうやって羽をこう、よっぽど出ないと低空で横走ってもらうな。そうそう、こんなとこはちょっと見せてもらえないのですよ。小松なんかではやってるのかな。また近くな。同じパターンか。すごく広範囲で抜けるってことだよね。順番が。あ、飛んでる。まあ、宮沢湾の上。宮じゃない、大丈夫。あそこ。こっちが来ますね、こっちが来ます。出た、スモーク出た。今。あ、今度こっち来たね。来た。おー、旋回しとる。もう一回回ってくる。かなり上空やな。そうやね、もう。もう切れた。ソロの時は雲を切るんやな。ソロたら雲を出す。どっか飛んでる。お、来た来た。あ、ほやけど、あかん。また方向が後ろ行ったな。後ろ行った、後ろ。あかん。またこっち。トカゲだ。
こっち見といるなんとなくこっち見てるなんとなくこっち見てるそっち撮ってるな向こう行ったら左旋回してるここ雲があるから見えるよねみんなも工場が見てる雨が気持ちいい見えねえど。限界だなこれ。さあそこでトーンと落ちよう。消えた。さあ低空行こう。あ、消えました。消えたね。雲の上に行ったね。うん、雲の上行った。前鶴の方でまた回りますね。また前鶴。あれはなんか桜の体型なるような感じだな。うん、桜かな。分かれたな。大きく分かれた。分かれた。もう見えねえ。なかなか難しい。桜だと思うな。桜だろ。ああ、一二三四。分かんな。ただ旋回どこにあるかも分からへん。遠くに行ってるんやね。今音も何もしないから。今日まあ宮津の市街の上かな。桜なるか。ああ、もう開いたような感じだ。桜が宮津市の上でできます。もう桜が、うん、もう桜できてるんちょっとやが雲があるけ、見えんな。桜が作桜を作ってるらしい。分かれてる。宮津の上で動きが分かれてる。桜が分かれてる。分かれてる。ここもあの宮津の上あたりだって。今ちょうど天の橋立ての上あたりまでだいぶ寄りましたね。こっち側向いてきょる。そう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 。だいぶだから高いとこ、今青空の中におる。青空の中にね、ここ雲があるから、うん、見えないよ。いやー、これは確かに一気ちゃうな、一人やな。バラバラで、だから桜の状態で動き分かれて、回り出した。スモーク出ます。あー、一気スモーク出た。はいはいはい。ハートでなってるな。ビッグハート。ビッグハートやってんで今。だからメイン会場から見てこっち側のこの上の辺だね。ニキおるおる。あ、それならそれだ。ニキ。それだ。ニキニキ。あ、ほんまやね。え、あれ。ニキ。間違いない。フリーじゃなくて。うん、ビッグハートメイン会場の方に向かって見えるようにだから。ニキおる。ここ見せ、押して。本当にか。あ、ごめん、鳥かもしれん。トビだった。トビウオみたいな。トビだった。こっち向いたか？こっち向いたな。こっち向いた。四機。四機なった？二機なんだかな。四機。うん。どうしてやんなった？どんなところ行って？あ、上におる。上。雲の上。
あれ2機が見えたやろ。水平だな、水平の。10科目目だから次が最後じゃないかな。もう1個あるね。もう1個サンライズが最後、海側から入るような気がするけど、720度です。さあ、旋回して、さあ、そっち、どっちへ向かうか。あ、向こう行ったな。大山行った。あ、マル君だって。これで、ランキさん終わりだ。帰るんかな。なんか一機ずつね、一機ずつなあ、手振って帰ってくれりゃいいんだ。そう、一機ずつ手振って帰ってなあ、順番に入ってきてから。最近あれがないんだな。多分これは海後ろこっちの辺ですよ。それか真上から通っていくか。そう。多分。これで終わりですか。レベル3ライズで終わりですね。3ライズだ。次3ライズ。11科目目。いつの間にそんなって分からへんか、こんだけあったっけ。やっぱり山の、あやー、真上、真上通るわ。木の上だ、真上だ。解散したのかな、うん、いや、水平出てねえのかな。なんだよ、そこでどうも解散したんじゃない。それで終わりですね。完了です。完了です。あっこに2機を3機。
あそこ一気おる。あそこおる。二気おる。見えるね、あなた。あれは二気おる。トンボしか見えない。あれじゃん、すぐ捨てない。トンボにしか見える。別線を見て。白内障のおかげ。治療のおかげ。3機なった、3機なった。3機後ろから出てきた。こんな団子の雲あれやろ、うん、あそこに消えた。まだこっちから出てくるかな。海鮮から海鮮してもう弁当の準備したのじゃん。うん。お弁当そうか昼食タイム。住んでからやと体が重たるね。みんな海の人ら全無線が入んないもんな。もう手上げだもん。ダメだ二機出てこん。今三機。先に行ったんかな三機が。ちょっと困ったかな。いやー限界だ。ピントが限界。あーまだ見える。あー4機なった。4機なった。終わりましたか。終わりましたね。頑張れー。いやー見えない。限界。上と押してくれたわって。やんなぁ、4、5、終わったね。ダメだ、もういいや、限界、限界です。ひぃ、限界。どうだ、ケンさん。はい、頑張りました。ありがとう、今日は。はい、ありがとう。本当だ、本当だ。限界でした。ご苦労さんでした。はい、ありがとうございました。ライブ配信ダメだけど 4K で普通に上げますんで。わかりました。楽しめました。ありがとうございます。いろいろ教えていただきました。ありがとう。はい、どうも。どうですか。どうですか。どうも。もう気持ち。また YouTube 楽しみにしてます。はい、頑張ります。よし、終わりです。もう車乗って帰ってありません。渋滞まで会う前にみんな帰ってあるんです。気をつけて帰ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。あの子お茶まだあると思うんでよかったら、ね、一発目の頭の上です。あ、よかったですね。私、できる向こうからくるくるくるって思ったじゃん。侵入経路全然違うやん。ねが入るな、無線が。あるか向こうだもんな。見えねえもん。あーもう着陸したくない。
大体 1.5 キロかな。漁師さんはすごい立派レジャーボートがすごいわ。ありがとうございました。長いアンテナなら、短いアンテナの方は聞こえんし、あれスキャンショーの方全然引っかからんけど。どうでした、ライブの方は。ライブは最後だからみんなが終わって帰るんで、スマホしまうから回線が空いてから最後だけ1番2番は待つ間暇やけ、みんなが使うて見るけ、はい、100チャンネルの回線全部待ってから入るところがないとか、全体で速度が落ちてしまう。うん、やっぱりだけ回線が混みようたら重たいですからね、やっぱりね。へえ。100チャンネルあるか1000チャンネルあるかだけ、電波塔を立てたあれトラックが来とれば1000チャンネル増えたりね、イベントでだけそのドコモのあれが来たり au のアンテナ立てたあれが来てくれりゃ1000チャンネル2000チャンネルとか増えたりする。だからここらにある柱のあれだけで一番近いところとかからやっぱ電波強いってそれを取っていくんだけど、やっぱ人の数だけそれが見たりしちゃう。4局あるけどあれですね、っていう感じだろうと。まあ大体経験の中からもう分かった。練習したやつはいつ頃あげられるんですか。もう今日の夕方。もう、その早く2時間3時間で仕上げて、アップするのにやっぱ1時間半とか2時間かかるかもしれないから、6時ぐらいにはうまくいけば上がるかもしれない。車の中だからちょっとわからんけど、回線速度が上がるかどうかわかんないけど、山高いったら見てみますね。はい、よろしくお願いします。敬語チャンネル。